さんこんにちは。声が思いっきり震えた。はい、どうもみなさんこんにちは。とりあえず今日6月4日なんですけど、昨日ですね、まあ何時頃かわかんないですけど、多分5時とか6、8、あ、6時頃なのかな。まあ夕方にね、新生状態なんですけど、まあ俺ちょっと昨日、加藤とかがね、まだ出荷情報出てなかったんで、まあ昨日ホームページから見たら4時頃か4時半頃ね、まだ出てなかったんですけど、今回出ました。まあ一応全部で、8品目ですね。なってございます。一応あとね、昨日メーカーから出荷されてますんで、おそらくそうですね、強化してぐらいには店舗さんの方に届くのかなと思います。そうですね、今日中には届くのかな。これ一応ね、形成で予約してるんですけど、まだね、ポポン出たから電話来てないのでね。うん。まあ、とりあえずそんな感じかなとですね。では、とりあえず、詳しい情報見ていきたいかなと思います。一応、発売時はね、未定で6月5日分と出ております。こちらですね。じゃあ、まず、これ行きましょうか。高崎の展望室付き、和式客車ということで、A の1122。12系和式客車、安らぎということで、ね、まあ、6両セット。まあ値段高いっすね。客車の6両で税込み2万7000円ですからね。ちょっとお高いっすね。まあ車両自体はね、2008年、まあ13年前ですね。A の2680とか。元にダミーガブラのジャンパー線、トイレタンク製、部品をまあ追加ということでね。まあ一応リニューアルにはなっております。各車側面歩行膜に、利根、荒川、これなんだろうな。薄いでいいのかな。まあ一応ね、河川面を印刷ということでね。まあ、利根川、荒川、まあそうですね、一級河川ですね。で、こちら、テールサインはね、シールの選択肢で、まあここの部分ですね。変更できるみたいです。で、スロフ12は反射板が付属。で、走行には別途機関車が必要ですということでね。なぜか画像ではね、普通、安らぎって言ったら、EF60 の19とかになるんですけど、なぜか64の、あ、1000番台ですね。まあ一応ね、そんな感じでございます。こちら、品番連チャンで1123、文字の展望室付き、往復客車ということで、すごいですね。高崎の展望室付き、白の和式の次は、文字の往復の赤色ですかね。まあ、サザンクロスと。こちら2011年9月なんで、まあ、こちら約10年前と。前回製品 A の2686、だいぶありますね。元にダミーカブラジャンパー線トイレタンク部品を、まあ、追加ということで、まあ、主にだから内容的には変わらないですね。前回製品プラス、まあ、こういうカップラー部分とかトイレタンク部品が、ね、新規設定と。で、こちら側面を細かくシールによる選択式。で、スロフ12のシャーマシャーマつきますが、こちらテールサインはね、もともと印刷済みということでね。またこっちは側面膜が印刷済み。で、テールサインが選択。こっちはだからテールサイン選べ、側面、ごめんなさい、側面選べ、テールサインがあると。まあ、こちらね、そこには別途機関車が必要ですということでね。まあ、サザンクロスといった場合ですね、ED76 か。確か ED76 がサザンクロス用にあったと思うんですけど、なかったっけな。これ最近でも出てねえのかな。確か76だと思ったんだけど。まあ、九州にいる機関士っていうか、あんまり76ぐらいしかいないんでね。そうですね、トミックスから製品化されてますね、一応。品番なんですけど、トミックスが9194ですね。ED76、78号機、サザンクラス搭載ということでね、出ております。ただ、そうですね、サザンクロス。俺は個人的にザンダクロスなんですよ。あれ、ザンダクロスってなんだっけ？あれ、ドラえもんか。まあ、そうですね。まあ、パノラマないな、サザンクロス。まあ、だから一応ちょっとトミックスの方だけ、そうですね、在庫を確認しましょうか。ちょっとこれだけは。そうですね、一応品番が9、9999、キュウリの9ちゃん、9999、まあ、ちょっと、出してるのほかいきましょうかね。こちらですね、続いて、ここの革命の湘南省か。田町の167ということで、ね、まあそうですね、今回は4両の製品化なんですね。まあ、一応ね、品番 A の5384ということで、167湘南省鉄仮面4両セットということで、ね、出ております。1990年代前半に前面が、水戸ソーステンレス板で補強された姿、前車とも床車、水タンクが設置された姿でフェラー付けの努力搭載と、まあ、一応ね、車番が、17とモハユニットが9、そして18の、ね、4両編成になっております。やっぱり四角目のね、玉木色って言ったら、まあそうですね、末期はやっぱりこっちですかね、このアコモ色に変更された4両編成っていうのはありますけど、まあそうですね、やっぱり団体臨場に多かったんですかね、こいつらは。ちなみに今製品リストの方で品番出したんですけど、9194、申し訳ないんですけど、サザンクロスおそらく在庫ないっすね。品番で入力したら、ここデータが出てこないんですよ。そうですね、データが出てこないときが一番厄介なんだよな。多分トミックス的にデータを消した証拠がありますね。9194。そうですね、結末扱いになってますね。一応ここ9194見て、やっぱりここ9185の時点でなくなっちゃってますんで。そうですね、ちょっとだから限定品だったのかな、サザンクロス。ちょっと俺その点わかんないんで申し訳ないですけど。そうですね。そうですね。限定品になってますね。じゃあ、トミックス99で検索するか。そっか。個人的に商品ページ検索した方が早いもんな。商品ページ検索すればね、データない製品も出てくるんですよ。一部は。そうですね。2013年ですね、発売されたの、こちら。
8年前か。まあ、そうなるとやっぱりちょっと今回ね、機関車も、まあ、後々、そうですね、まあ、希望するしかないですね。そうですね、8年前か。ちょっと厳しいね。まあ、だからちょっと中古で探すしかないっていうのが現状かなと思うんですね。まあ、ちょっと購入考えたらね、ご注意ください。まあ、そうなんですね。で、160何キロですね。まあ、そうですね。こちらやっぱり、そうだ、俺は個人的にやっぱり革命っつったら赤毛色のイメージなんですけど、まあ一応ね、今年に入ってから、湘南色、115系の宇都宮線だかなんかの4両が鉄仮面出て、で、今回ね、167系と、そしてこちらですね。赤毛色の4両ということで、まあ、ここ1年でね、鉄仮面が、まあ、2種類出てきたってことでね。まあ、やっぱり鉄仮面っつったら、暴走用の113系がもう10年ぐらい前に、ね、繊維化されたと思うんですけど、ただちょっと俺、頻繁わかんないんで申し訳ないですけど、多分ね、俺持ってる113系がね、幕張のしか持ってないんですよ。幕張の S62。チケオ、なんですよ。そうですね。あれねえや。車籍上抹消された形跡があるな。ちょっとすいませんね。ありましたね。品番が。いや、ねえや。そうですね、品番がないっすね。あれ、どこだっけ？ちまりってどこにあるっけ？あ、ちまりちょうど横須賀線だ。でもないんだよね。しょうがねえ。急行型電車。ごめんなさい。近郊型電車ですね。冷房準備車、117号3。あ、ありましたね。ここっすね。発売が2005年ということで、ごめんなさい。正しくは16年前ですね。この時ね、全面強化リニューアルが出て、で、俺が持ってるのがね、これですね、幕張湘南色ということで、ね、まあ、10年前の製品か。だからそうですね、これ15年、16年経ってから、まあ、やっぱり全面強化のステンレス型が、前回115系が出て、どこだっけ。わかんない、おじさんわかんない、チャカチャンなんてさ。そうですね、一応今回の品番いくつだっけ？ 5383か。5383、5383、5383、5383。この辺か。全然違えな。そうですね。全然違いますね。頭きた。ちょっと待ってくださいね。ページ内検索で。115。あ、間違えちゃった。あ、これですね。2020年10月、まあ、去年ですね、発売されたの。まあ、品番が676ということで、まあ、鉄仮面、宇都宮線も出たんですけど、そうですね、やっぱり1年間で2本の鉄、まあ、3本か、鉄仮面ってなんか意外なんですね。まあ、個人的にやっぱりさ、まあ、鉄仮面って言ったら、でも東海道線の鉄仮面とかって俺知らねえんだよな。そうですね、あんまり鉄仮面って俺イメージないですよね、申し訳ないですけど。だからまあ、そうですね、今後どこまでバリテンされるかちょっと気になりますね。まあ、1990年代のね、まあ、生まれてない時代なんで。はい、じゃあね、こちら、出ます。で、ちなみに、革命色ですね。ごめんなさい。クハ167-17。クハ167-17。そうですね。まあ一応品番は検索かけたんですけど、出てきたんですよね、一応画像が。クハ167-17。まあそうですね、多摩地区在籍で。まあ、革命と。まあ、相方の、ね、165の18も革命なんで、そうですね、やっぱりまあ修学旅行列車用にするか、まあ、例えばって言ったら何があるのかな。まあ、臨時列車とか、でもあんまりこれってイメージねえんだよな。何があるんですかね。そう。そうですね。まあ、一応、神奈川方面からの修学旅行便ってことでね、まあ、臨時列車か。俺たちの時代の修学旅行は183系と。そうですね。まあ、ちなみに、この編成 H の11ってみたいですね。H11 番が、まあ、この車番4つなので。まあ、そうですね。まあ、まあって感じか。で、上がこちらですね。快適リクライニングシート、アコモ改良160だけど、こっちはね、原型顔のアコモ色になっております。1990年代前半に、前面がミトソステレンス版で補強された A の53583、110系の玉木アコモ色って手紙を読んでると。まあ、一応こちらね、まあ、お値段がそれぞれまあ税込みでね、2万、まあ、約2万2000なんでね。こちらもはや黒字な、偶数メキ戦闘車の床下水タンクが撤去された方で、フワロスクドグリーンと、まあ、この辺は、まあ、そうですね。
まあ、まあ、って感じですかね。まあ、こっちは全種水タンクが設置。こっちは水タンクが一部、まあ、撤去と床下が。まあ、こっちはクーファー116で、そうですね。赤毛色って言ったら、こちらなんだろうな。確か赤毛色ってトミックスがつい最近に出したと思うんですけど。あれ出てなかったっけ？確か案内した記憶あるんだよ、ここ1年以内に。俺のくだらない記憶だから多分外れると思うな。ごめんなさい。2年前ですね。2019年の3月頃に発売されてですね。167系、まあ、赤毛色と。まあ、当時ね、トミックスの値段がまあ税込みで18,150円なんで、ちょっと高いですね。まあ、こちら臨時快速、イズマリンゴってことね、1990年頃。まあ、2両セットつなげて。まあ、あれと。まあ、こちら今回快速ついてますしね。しかもこれ、イズマリンゴなのかな、このレッドマーク。ちょっと調べてみるか。イズマリンゴ。あったあったあった。いや、でもちょっと違うっぽいな。イズマリンゴのヘッドマーク、しかめ、しあの、丸型なんですよね。なんだろうな、この四角型のヘッドマークは。そうですね、ちょっと気になりますね、この4両の快速は。まあ、一応品、シャバンがクハ167-11か。ちょっとシャバンの方からアクセスしましょうか。クハ167-11。青プレートの革命型。青プレートの革命型。いや、ねえな。これ違うしな。そうですね。ちょっと出てこ、あ、出てきた。多分これっぽいな。ちょっと何の電車かわかんないんですけど、ちょっと、データが出てきました。あ、これね、すいません。ホリデー快速みたいですね。一応これなんか出てきたサイトによると、このヘッドマーク、あの、革命型？ホリデー快速って書いてあるんで、多分それっぽいんですかね。ホリデー快速にこいつ使われてたんだ。ホリデー快速って言ったら、正直な話、俺、武蔵野しか知らねえんだよ。あれ、ホリデー快速武蔵野ってあったっけ？ 完全に忘れた。確かさ、昔は115系のさ、6両編成か。確かあったんですよね、昔は115系の快速電車が。ホリデー快速115系。あれ、なんだっけ？ちなみに横須賀線のすみません、ホリデー快速鎌倉っすね。失礼しました。そうですね。まあ、とりあえずそんな感じと。まあ、だから一応ホリデー快速のなんかの団体列車にも使われてたみたいですね。まあ、快速列車ということで。まあ、そうですね。一応こいつら正直4両4両で発売されても使い道としては悪いんですよね。まあ、ホリデー快速のは4両で見るかもしれないけど。こっち所詮修学旅行列車ですからね。まあ、どうなるか。まあ、今後に期待ですかね。で、続いてこちら。懐かしの嵐山線2300系ということでね。唯一の原型前面車 A の8489阪神電鉄2300嵐山線2300編成の4両セットと。まあ、お値段が税込みで2万4000円。こちら、嵐山線に最後のことは2300のうち、原型前面を持つ2300編成線か。点灯式種別表示器を持つ側面 IC4M 制御の活かした機構新規作成のあると。で、続いてこちらですね。品番は一応、ごめんなさい、だいぶ番号ずれましたね。こちら A の6821。京都線2300系、最後まで活躍した編成を製品化。というわけで、阪急電車2300系、京都線2313編成の晩年7両ということで出ております。最後まで残った2300系の、製品化と。で、引退装飾、旧社紋表示が、行われる前の2015年1月頃の姿。携帯電話オフィシャル用の表示は、行き先シールに収録し、中間車の2363-232には、先頭車からの運転台撤去車が、まあ、ここ2両ですね。で、ヘッドライト、テールライト、標識灯、前面方向幕点灯の、7両セットということで出るみたいです。まあ、確かに阪急電鉄って言ったら、まあ、この阪急マルーンにこういう丸型のカボスからね、なんか懐かしいっすね。高え、7両で4万か。ちょっと高くねえか。7両で4万か。そうですね、ちょっと高いっすね。あれ、確か京成線が8両で4万、あ、8両で3万5000円だっけ、確か。いや、京成もうちょっと安かった気がするんだよな。間違えた。あれ、こんな高かったっけ、京成。高い意味じゃなかったんだけどな。形成、形成。そうですね。形成の8両が税込み3万8000円なので、ちょっと高いっすね、阪急。3万6000円なんで。まあ、ざっと1000円しかかかん、1000、1200円しかかかんないんで。たっけー。ぶっちゃけ失礼だけど、たっけー、阪急。まあ、一応ね、こんな感じでね、詳細情報出ております。あ、ごめんなさい、戻しすぎちゃった。というわけで、じゃ詳しい内容ね、各々見ていきたいと思います。まあ、今の商品ページだけでも十分なんですけど、まあ、どうせ尺的には今25分で、あ、15分で暇なんでね。案内するつい、間違えたー、こっちでしたー、つってさ。あ、ごめんなさい。あと、機関車2台ですね。失礼しました。こちらですね。
品番が A の1048、 C タイプのディーゼル機関車ということでね、パノラマライナーサザンクロッシュがね、出るみたいです。そうですね、一応これに連結させるつもりでこれを出すんですかね。ただ C 型機関車、あ、ごめんなさいね、書いてあった、C タイプ機関車による12系客車系のやつは、平坦線か、平坦線で6両、4パー勾配線で2両ということで、連携させるつもりだな。6両はちょうどジャストなんだよな。まあ、一応にこちら、まあ、ディーゼル機関車タイプですね。まあ、DA11 タイプか。一応のお値段が4000プラス税と。で、こちらが、安らぎの、EF60 タイプですね。あってね。こちら品番1049というと、まあ、C タイプ機関車、安らぎ職ということで、ね、こちらもね、A の1時に同色で、まあ、連携できます。まあ、ライト非点とのモーター付きで、まあ、EF60 の安らぎ職を意味した小型フリータイプの機関車と。どうせなら EF60 をちゃんと繊維化すればいいんですけどね。でもさ、これ何が面白いかってさ、確かに EF60 の19って、この年組の時って、この一等ガラスだった、一等ライトなんですよ。ただこれさ、デッキがある都合上、どこをどう見ても俺これね、67にしか見えないんですよね。横から見ると58っぽいし、正面見ると67っぽいんですよ、これ。ちょっと面白い車ですね。じゃあね、合計今回8種類でございます。というわけで、じゃあ C タイプからいきましょうか。はい、こちら C タイプ機関車、それぞれですね。面白いことになりましたね。一応こちら、C タイプ、まあ、単品プラグケースで、出ますと、まあ、小型機関車シリーズに新バリエーションでモデルが登場と、機関車全体での走行、好きな車両連結して単車型はあなた次第、全車動力してライトは点灯します。平坦線で6両、4% 勾配で2両と、まあ、サザンクロ色、まあ、一応ね、まあ、台車は3軸と。でこちらも3軸みたいですね、まあ、サザンクロ色にした小型フリータイプの機関車で、1時にさせ、まあ、サザンクロスと同色で、こちらも、安らぎ色の、小型同色で登場と。そうですね、オプションなし、付属品なしか。まあだから、まあそうですね、ナックルカップラーとかに交換はできるんですかね、車間短縮とか。ちょっとそのところ分かんないんで、申し訳ないですね。マイクレースの小型機関車って俺持ってないんで、ちょっとすいませんね。売れるんすかね、これ。すいません、ね、ここの窓の形状見たらさ、DD50 さ、ここの形見たら0点なんだよね。面白いよな、この小型機関車。やっぱり側面見ると58にしか見えねえ。で、次が、安らぎか。こちら12系安らぎと、パナマサザン、サザンクロスですね。一応こちら、1986年高崎鉄道管理局では2本目のお座敷客車を登場。12系客車を、座席車を改造した6両編成で安らぎ。各号車に北関東のカーナーも付けられ、編成両端は、傾斜した大型ガラスを採用した展望室とされ、ソファーが設置されたサロン室となっています。で、外部塗装はアイボリーホワイトを基調とし、赤と青の舗装ビンのラインと。で、室内は長距離に4考慮して、わからんが、採用されたほか、各中間車1個ずつ洋風のサロン室が設置。また団体旅行を考慮し、荷物室の、搬入扉、補助椅子と、大型冷蔵機と、冷蔵庫等の、まあ、天井に説明が回ったと。2001年お年前が引退と。俺4歳だよな。まあ、そして一応こちら、登場以来高崎運転車に連れ、まあ、専用塗装の機関車に活躍のその専用塗装がないと。で、こちら、もう一個のが国鉄文字鉄道管理局で、従来より私客車を起こして更新の車が、まあ、よりグレードアップということで、まあ、サロン化が新客じゃないと。そしてこちらはもう1年違いなんですね。で、サソンクロス、外板塗装はメタリックレッドをベースとした、メタリックレッド、メタリックレッドってつい最近名前見たぞ、これ。あ、これ違った。あ、これ。よいしょ。確かね、なんか俺最近赤い塗料買ったんだけど、あれキャラクターレッドだっけな。まあ、それから見るんですよね。まあいいよ。で、こちら、マルト。で、メタリックレッドをベースとした九州の厚い情熱を燃える太陽が表現されたアクセントとしてシルバーとホワイトと。で、車内でこちらの大型リクライニングシート3列にするとか、スローフ12705、ラウンジやカラオケ、カウンターが設定されました。で、こちら惜しくも1994年ということで、まあ実働7年ですからね。で、こちらですね、アイオルをベースとした空、ごめんなさい、青と、赤と帯の和式客車ですらに、こちら2008年のヒント。まあ、こんな感じですね。一応、新版はこちら6両と。で、こっちですね、メタリックレッドベースにしたシルバーと青のサザンクロスと。そうですね、見た感じはでも、そうですね、やっぱりこの、スロフか。スロフのここになんか、窓があるかないかが、やっぱり最大の違いですかね。あとこっちが、1枚窓か、あ、1枚窓か2枚窓か。こうやって見ると、だいぶ違うんですね、印象は。種車が同じだけどすごいですね。まあ、前面一等窓の横3枚。こっち前面2枚窓の側面も2約2枚ですからね。面白い車両だなぁ。あ、ごめんなさい。まあ、2枚2枚でしょうか。でも柱があるかないかの違いですかね。いや、でも、どうなんだろう。ちょっとパッと見わかんねえんだよ。こっちの方がね、前面がパッてなってるか、まあ、こっちの方がちょっと斜めってるんで、その印象もあると思いますけど。いや、でもだいぶ印象違うな、同じ種車の割に。すごいですね。まあ一応、車番だけで見るとね、こっちの方がスロフとしてはね、高番になってますからね。まあこっち700番台で、こっち800番台と。
安らぎってトミックス出てたっけな。俺ね、加藤のやつなんか持ってるんですよ。インサートもなんもない、中古で買ってたやつなんですけど。加藤のやつはね、確かに一等式なんですよ。あれ、トミックスも一等式だっけ？確かに、ね、あれ、60の19なんですよ、機関車って。しかも、さっき書いてあったっけ？60の19。あれ、19じゃなかったっけ？あ、19で合ってるわ。そうですね。一応、品番としては9188があるんですけど、さっきの商品欄見ると88除外されてるんですよね。あと、トミーテックの、通販限定か。一応そっちになんか扱ったみたいなんで、ちょっと見てみるか。テックステーションこれか。一応ちょっと今、テックステーションアクセスしてるんで、ちょっとお待ちくださいね。で、こちらですね。一応こちら、各社側面、北膜、利根荒川、碓井などの河川名と。これさ、などがちょっと気になるから、ちょっと後で調べてみましょう。すいません。ちょっとお待ちくださいね。長い。テックステーションのホームページがアクセスできない。Wi-Fi 切った方がいいかな。ちょっと4時でやってみるか、無理やり。あ、アクセスできましたね。安らぎ、安らぎ。ちょっと在庫なさそうかもな。メニュー、これどうやって扱ったらいいんだ？わからん。とりあえず、ちょっと今探してますね。ちょっとすいませんね。メニューで、ちょっと商品名入れてみるか。EF60 でちょっと入れてみますね。ちょっとお待ちくださいね。あ、出てきましたね。すみません。安らぎちょっと在庫ないですね。一応こちら。テックステーションの出てるのもおっしゃるんですけど、JRF60 が全開始、19号機が下げということで、これ2等価改造されてんのかな？ちょっとわかんないんで申し訳ないんですけど、一応こちらね、まあ在庫なしということで、ちょっと申し訳ないですね。あ、なるほど。専用ページなくしたんだ。まあそうだから、サザンクローズもちょっと安らぎも、まあ、新品ではちょっと機関車手に入りづらいっていうか、ちょっと申し訳ないですね。まあ俺がお詫びすることじゃないんですけど。でもちょっと、安らぎちょっと見ましょうか。まあ他の、他の方向もか何か。まあ関東、北関東だっけ確か。そして北関東の川の名前、利根荒川しか知らねえんだよね、俺。12系安らぎ、検索。あ、出てきた。そうですね。12系安らぎ。ちなみになんですけど、これ、渡良瀬渓谷鉄道にも譲渡されたんですね。ちなみに、渡良瀬渓谷鉄道ではサロンド渡良瀬に改称され、形式も和01型、126号車が、それぞれ、018288号か827。これは、車番も一緒なんですね、そのまま。頭いいやり方。126号車だから828825。これか。で、827か。あ、でもあれですね。2009年にこっちは売却されちゃったんですよ、オークションで。ちなみに先頭車2両が桐生市内の昆虫販売店。で、残りの1両が水上町の個人が買い取り、レールバスと共に保存。ちなみに、まあ、渡良瀬渓谷譲渡されたもの、車籍編入されなかった3号車のオロ128号。これですね。この3号車が群馬県安中市の料理店で活用。で、4号車のオロ1285号。あ、ごめんなさい。6号車がこっちでいいのか。854が何号車だ？ 3 号車、あ、ごめんなさい、こっちですね。8号3が行ったのか、一緒に。で、4号車のこのオロ2888、ごめんなさい、3号車か。これが群馬県あんなか、あ、ごめんなさい。オロ12855。この4号車が、片方が栃木市内の魔法陣のスーパーカーミュージアムで利用。ただ、もう片っぽの2分割された相方がわからんと。ちなみにこれあるんですね。改造をやったのは旗部工場なんですね。下関総合車両場。ちなみに1号車のこっちですよね。1号車から、これが何て読むんだ？これが神流川。利根川の第二支流。で、8号さんが、そのまま荒川。で、利根。で、これが吾妻、渡良瀬、碓井と。なるほど。あ、渡良瀬川も、そっか、渡良瀬渓谷鉄道があったっけ？吾妻って川あるんだ。知らなかった。吾妻っつったらやっぱり吾妻線か。個人的にはそうですね。で、こっちに関してはそうですね。まあ、そこに方向幕シールということでね。まあ、なんか選べるみたいなんでって感じですね。さあ、どっちが売れるんでしょうか。安らぎ VS サザンクロス。今更ながらトミ
あ、そっか、でも、そっか、今回投資家トミックスが製品合併した EF60 って、チャガマと青青だもんな。ここに来て安らぎ製品合併しとけばな、トミックス売れたのにな、惜しいことした。まあ確かに、テックステーション限定で出してるものを確かに一般販売はしづらいとは思うんですけど、まあ、最悪はね、テックステーションでもう一回新品、製品化っていうのはね、なくはないと思いますんで。そうですね。まあその点はちょっと要期待かな。ちなみに EF60 って発売日6月だっけ？あ、そうだ、遅延して6月で、ね。そうですね、一応、トミックスが先行した EF60 が、2次車の、2次型の茶色で500番台と、特急色とシールドビームの一般色と、まあ3種類なんでね。そうですね、ドンマイとしか言わないですね。すいません。で、続いていきましょう。続いてなんだろうな。アコム色か。こちら、アコム色と、湘南色と。1955年に160ベースとした110年で、収穫旅行、収穫旅行なんだ、やっぱり。屋根は155、110系となり、普通屋根でパンタグラフ部分の天屋根としていますと。まあ、つまり、俗に165系の800番台か。で、道は収穫旅行電車の標準幅で700ミリで、160系電車は多摩市と、下関と。下関東京間が和光堂、下関京都間が友情でいいのかな。下関広島間が中井署で活躍。その後、湘南省への塗装変更、冷房改造で160系は自己廃止の一両の JR 東日本と JR 東日本に引き継がれ、一部の160系の座席を簡易リクライニングシートに乾燥し、塗装がアイボレーベースに窓下のオレンジ、まあ、アコム色ですね。で、すでに、9L なの？知らなかった。まあ、玉地色と。ん？どちらかというとアコム色だろ、これ。まあいいや。で、1990年、成田線の踏切事故、まあ、JR 東日本、まあ、鉄板ですね。ステンレスを入れて、まあ、あると。まあ、そうですね。湘南色とアコム色か。これ、玉地色って言うんですね。知らなかった。俺ずっとこれ、あのことアコム色、アコム色って呼んでたわ。で、こちらね、1990年代前半に、全面が水戸総ステンレスで補強された姿の、モハ167のグース向き戦闘車に活かした水タンクが。これ、クハだろ。あれ？これ、クハだよな。ちょっと待ちくださいね。これおそらく5色だな。あ、そうか。どういうこと？ ちょっと待って。ちょっと待って、ごめん、バカにはわからん。モハ167偶数向き戦闘車の床下水タンクは撤去ってどういうことだ？ごめん、ちょっとこれわかる方いたらちょっと教えてほしいわ。俺わかんねえ。ちょっと待って、一応確かトミックスが今ね、これ製品化してるんですよ。遅延してるんですけど。どこだっけ？ 100、あ、ありましたね。165系、霊界車、湘南色。宮原電車区と。まあ、宮原ともどうでもいいや。この際、宮原とか魂なんかどうでもいいや、この野郎。や、でも記載がねえな、トミックスの方は。わかんねえ。ちょっと待って、本当にわかんねえ。こういう時は Google だな。167系、水タンクと。検索。あ、でもね、一応トミックスが今回製品合併してる167件もあるんですけど、付属品の欄が面白いですね。付属品がランナーパーツで信号変換無線アンテナ、ジャンパーホース、ATS 車上士、タイフォン、全面表示部、スノープロー水タンクですね。ということ、これ買ってみないと説明書見ないと分かんねえな。マジで分かんねえ。一応なんか記載はあるっぽいな。一応今調べてはいるんですけど、わかんねえや。そうですね、ちょっとわからねえ、167件に関しては。たくもって管轄外って言ったら新しいわ。 どこだ、記載があるの。あ、でもあった。167系の冷房改造自体が1977年から80年度か。冷房改造施工の先頭中、運転士先ほどから、これはどうでもいいや。全面強化改造。あった。全面強化に全焼灯のシールドビームがあった。で、あ、ごめんなさい。1993年か、成田線の事故。どこだ。水タンクはわからん。ダメだ、わかんねえ。あれなんだ、中間車に水タンクってあるんですね。てっきりずっと戦闘車だと思ってた、俺、今まで。
水タンクで検索かけるすいませんね。ちょっと古い車両わからなすぎて。申し訳ないです、これだけは。そうですね。ちょっとわかんねえな。でも一応冷房改造と同時に、出入り台飲料水の水タンクと洗面台って書いてあるんだよな。ちょっとすいませんね、わかんなくて。朝飯に食ったチャーハンのゲップが気持ち悪いな。と見た感じでもわかんねえんだよな、俺も。ちょっとすいませんね、わかんなくて、本当に申し訳ないです、これは。あ、コモ色だもんな。モハ167、偶数向き戦闘車。あ、そういうことか。あ、失礼します、そういうことね。納得した、納得した。そっか、ここの2両のタンクが取られただけね。あ、なるほどね。すいません、失礼しました。そっか、それ頭がバカになるわ。なるほどね。あ、そういうことか。ということね、モハン167とこっちか、つまり、まあ、5車分かんないけど、2号車と4号車が水タンクねえだけか。あー、すっきりした。まあ、失礼しました。一応、リクライニングシートの室内部品ということで、まあ、パンタグラフの充電手、軽量タイプの装飾という、なんか今回変わるみたいですね。で、こちら、こちらも1990年代前半が未塗装洗練様に特許された姿と。前者とも一箇所水タンクが設置された姿で、ボックスシートの室内部品、パンタグラフの充電手、こちらも軽量タイプと。パンタグラフの充電手に軽量タイプも重量タイプもあるのか。ちょっと、俺その点わかんないでごめんなさいね。しかもこれなんか窓辺に2つあるな。あ、禁煙車が。懐かしいね、この表示。なんか昭和らしいって感じするよね、この禁煙車って。まあそうですね。まあ一応こっちがね、全車床下水タンクで、こっちがね、モハとクハの、まあ偶数車がそれぞれ。あ、ごめんなさい、167とね、クハ167偶数車がないだけなんで、結構面白いですね。まあおそらく多分あれかな、床下の水タンクはなんか部品が取り外しできるように作られるんですかね。多分下手すればこっち側もさ、接着されてるからさ、バコッと外せば取れるとかって面白い実験できるんですかね。まあ俺は買わないからいいんだけど。まあちょっと失礼しましたね。で、そうですね。まあ一応今回、トミックスの方からもう167系って出てるんですけど、これ連結させれるんですかね。まあちょっと関東の方に、167系の中にクハの160系が入った編成って俺ちょっと知らないんで申し訳ないんですけど、ただ個人的には面白そうなんですよね。じゃあちょっとトミックスの製品情報全然出すか。すぐ出るから。その一応トミックスから出てる167系がこっちになるんですけど。どこだっけ?間違えた、4月だ。あ、これですね。で、これ167系、霊感車、シャバン内職とかね。まあ、こっちは宮原電車区のプロトタイプなんですけど、まあ、シャバンさえいじくれば玉地獄もできるのかな、わかんないんだけど。まあ、こっち一応ね、原型車両なんでね。まあ、一応車両的にはこちらですね。4両、ごめんなさい。造形セットが、まあ、全部、先頭車クハ160で、まあ、基本セットの方が、まあ、相方が多めのこいつということでね。まあ、ちょっと、連結的には合わないんですけど。まあ、面白みとしては十分って感じですかね。まあ、俺は買わんけど。まあ、一応ね、そんな感じでございますと。で、次はどれだっけ。じゃあ、阪急行きましょうか、最後。最後、阪急がこちらっすね。6821-8489ということで。6821-8489。6821、あ、ここか。そうですね、6821。うわ、新しい結番か。すげえな、札幌ビルの車両の前後2011年か。しかも D50 に関しては2002年。新たな結番っすね。確かにここ、京阪に何回あるもんな。つくばエクスプレスもあるけど。つくばエクスプレスか、中古で買ってから欲しいんだよな、1本。2000系なんですけどね。ただ2000系両方とも高いんだよ、これ。6両セットも増備車も。まあ、2012年で高いって言ったら申し訳ないけど。まあそうですね。で、次は何番だっけ？6821748489か。8489、間違えた。8489、よ。お、惜しい。8489、ここか。あ、ありましたね。あっじゃあ、なる、あ、でもこっちも欠番ありますからね。一応こちら、前回2018年育てた、4基本像。まあ、それの相方として7番、8番が欠番でありますけど、まあ、新たに新規設定番号と。そうですね。わざわざ新しく番号を設置した理由はちょっと気になりますね。まあ、
綺麗に東西線の間にぐしゃっと潰されてますからね。上が JR の東西線、下がメトロの東西線ってさ、まあ、英断なんですけど。ちょっと気になりますね。まあ、E サイもありますけど。これがね、2018年に線化された、まあ、文化転線なんですけど。まあ、今回はね、貫通ということで、まあ、面白いっすね。中がかゆい。まあ、そもそも文化転線も貫通転線も、まあ、同じ運転で撤去車でね、変わりないんでね。ただ、あれですね、前回はさ、パンタがない2両目にモーターがあったんですけど、今回はね、あの、パンタがある3両目っすからね。一応こちら。ごめんなさい、4両目っすね。まあ、多分、これの同じなんで、どうなんですかね。まあ、そう考えると、同じ車両っすからね、これ。4両4両で。一応こっち、運転で撤去された4両編成プラス、まあ、こっちも同じ4両と。そう、どういう違いなんですかね。ちょっと俺、半径おかしいよね、もしかすると。まあ、一応ね、それぞれ、まあ、線化されますんでね。一応こちらの方は貫通の7例ですからね。まあ、ある意味、3年前と大して変わんない気もしますけど、まあ、ラスト編成かどうかで違いだけか。まあ、今回ね、どちらもラスト編成の、まあ、車両なんでね、原型と、まあ、もともとラストと。一応こちら半径2000の時、1960年に製造された京都線用通勤電車。神戸線用2000系と共通するボディが片側3扉とアルミ付き側面で、下には座り口ロングシートと。制御装置には低速制御の電力回生ブレーキなど、当時最新鋭の機器が採用と。長期にわたる増備と組み替えが行われた結果、側面までや客室扉、台車や室内、等、細部の構造に差異が生じ、また制御装置の変更、冷房か一部の車両の運転台撤去、前面方向膜設置や、側面種別表示器の方向膜からの改造、これ、車両ごと2000に、まあ、立ち上がりしようと。で、晩年は7年生が共通して、4年生が荒らしませんでしたよ。2000年の始まり、2000、すげえな。2000年に始まり、よく15年であの全部潰したな。まあ、現在は、トップナンバーが、2両保存と。なかなか珍しいのは2000年より廃止が始まる2015年。まあ確かに関東でもね、初期の車両は廃車にしてから、現在まで廃車されてない車両って確かにいますからね、東急の8500系みたいに。そう考えると東急の8500系よりこいつ長生きしてるのか。東急の8500系っていつだっけ？確か伊豆急に譲渡されたやつもいるし、まあ海外行った車両もいるんで。多分、こいつと変わんねえぐらいだよな。その、なんていうの、トータ年月でいくと。まあでもすごいですね、こうやって。まあでもそう考えると、こいつ半世紀生き残った車両いいのか。まあ1960年に製造されて、まあどれがいつの製造かちょっと俺もわかんないんで申し訳ないですけど。そう考えるとすげえな。一応初期の車両が製造されたから半世紀生き残った車両だもんな。ある意味関西の車両ってすげえよな。なんか関東に比べてさ、正直な話すると、あれなんですよね。なんて言ったらいいかな。なんか長生きする車多いですよね、京阪とかさ。確か、京阪の五扉車も結構古い車両だと思うんですけど。すげえよな、関西の施設って。うん、すごいよね。まあ、関東でも東急みたいなね、すごい車両いますけど。8500系、8500系、あ、いた。そうですね、8500系で一番最初に廃車されたのが、2003年ですね。長野電鉄譲渡の影響でトップナンバーだった8501、そいつら筆頭に、廃車されてますね。あ、そうそう、一番早い車だと2003年なんで、今2021年が18年か。あらまあ、お化け。ちなみに、伊豆急に譲渡されたのってあれいつだ？伊豆急に譲渡されたのって2005年なんで、そうそう、こちら16年ですね。あらまあ、すごいこと、東急って。まあ、確かに東急の場合とか、JAL の、 あのパーさえなければ、もういなかった車ですからね、8500系って。そう考えると、JAL の経営破綻に感謝ですね。まあ、経営破綻に感謝って、まあ、今の時期に言ったらちょっと失礼なことかもしれないけど。一応こちらですね。マイクルシマー、多くの要望に対して、半径の選挙でバリションを出ると。多くのご要望に対して3年でさ、出るってすごいよな。まあ、すごいですね。まあ、こちら、ね、ヘッドレッドライトで全体表示と共に、こちらですね。N68 にしようと。そうです。嵐山線に埋められてるからか。なるほど、なるほど。そうですね。懐かしいですね、この顔。まあ、中間車はね、先頭車、中間車の2両、まあ、先頭車から運転できるってことだよね。面白い車両になりましたね。で、こちらですね。まあ、嵐山線の、まあ前面の、ね、パーツが埋められたことにより、まあ、つかないけど、点灯識別証を持つ側面と。1CMM 制御に関して機器を新規作し、ヘッドレッドライトの標識点と。ん？標識と？ああ、これ横か。こうやって見ると、下にライトがないけど、上にライトがあるんだね。じゃあそうですね、ヘッドライトと多分これテールライトでいいのかな。あ、これも標識灯か。はあ、俺はちなみにね、どっちかというとこっち派かな。なんか懐かしいですよね。うん、なんか俺こっちの画面が見慣れてるんだよな、なぜか。
なんでだろう。まあ昔からなんだっけ、乗り物探検隊とかで、まあいろんな車両見てきてるし、正直言うと、俺、乗り物探検隊で行くとね、なんだっけ、まあ、京王線なんかまだ103系の時代とかですからね。乗り物探検隊って今の子たち知ってんのかな、まあ、YouTube で多分乗り物探検隊探すと出てくるんですけど、誰だっけな、なんか、男の人の名前は知らないんだけど、なんかサブの声優でドラえもん、あ、ごめんなさい、バイキンマンと、バイキンマンじゃない、誰だあれ。ちょっと待って。ちょっと待って、乗り物探検隊聞き分かるんだよ。しず、あ、違う、なんだっけ。なんだっけ、あの声。女の方が、確かね、佐久間で、ドキンちゃんかな、多分あれ。乗り物探検隊、あった。乗り物探検隊。あ、音だけ。あ、ドキンちゃんのバタコさんが失礼しました。だから、なんだっけ。あれ、これ誰になるんだ、男の方って。ちょっとお待ちくださいね。乗り物探検、確かね、バタコさんとじゃ、バイキンマンでいいのかな。乗り物探検隊。まあ、今はもう放送されてないみたいですけどね。まあ、寂しいですね。乗り物探検隊、ちなみになんですけど、男の子、中尾なんとか。声優さんで見ると出演。アンパンマン、アンパンマン。そう、アンパンマン出てこない。バイキンマンさん、やっぱり。1988年からバイキンマンってことで、まあ、バイキンマンとバタコさんですね、やっぱり。あれ、女性のって佐久間レイだっけ、あれ。違ったっけ？あ、合ってますね、佐久間レイ。佐久間レイっつったら、そうですね。人によっては違うだろうけど、個人的にはやっぱりあれかな。個人的には正直言うけど、俺、そうですね、やっぱり、バタコさん？個人的にはやっぱりバタコさんか、エヴァンゲリオン？そうですね、やっぱりその辺ですね。まあ、主役、まあ主役っていうか悪いけど、まあ、演出的には。あとは正直言うと、名前が出てこない。そう、やっぱりその辺か、あの人と言ったら。結構すごい人ですからね、あの人は。女性の方だとやっぱり。まあ個人的にやっぱりバイキンマンか。あ、バイキンマンじゃ、俺はやっぱりあれかな。バタコさんと、ぐらいか。これ間違えた。あれ、佐久間じゃねえ、林原めぐみだ、エヴァンゲリオンの方。死者知った。あれでも、エヴァってなかったっけ？確かあった気がするんだけどな。あれ、エヴァンゲリオンってなかったっけ？ごめんなさい、話が完全に脱線しましたね。ああ、やっぱりエヴァンゲリオン出てましたね。ネルフの職員か。どれで名前見たことあるのか。まあでもやっぱり個人的にはバタコさん。まあそうですね、阪急。まあ2015年なんでね。6年前か。まあでもいいんじゃないですかね。まあどこまで売れるか。まあ値段がちょっとね、7で4万円するんで、ちょっと高いですね、3万7千円。まあどこまで売れるかですかね。間違えても嬉しいですね。そうですね。まあ俺は今回ね、まあ、なんだろう。まあ、客車、まあ90年初期で、阪急なんで、まああんまり今回俺関係ないんで、ね、まあ良かったかなって気がしますけど。まあそうですね。これから、どこまでのその全面強化型、まあそれが出るのかが俺ちょっと一番の楽しみですかね。まあちなみに個人的にね、俺阪急って言ったら7000系なんですよね。個人的にはね。まあ人それぞれやっぱり好きな阪急ってあると思うんですけど。俺やっぱりね、阪急って言ったらね、なんか7000系なんですよね。なぜか。まあそこは多分人それぞれあると思うんですけど。どうなんですかね。人それぞれなんかな、やっぱり。あ、でも、阪急の7000って多分マイクロイズ出てないはずなんでね。まあ、しょうがない気もしますけどね。まあ、あとは加藤と、まあ、グリーンマックスがいつ出るかですかね。加藤は今日出なかったらいつ出るんですかね。まだないと。
GM の方もまだないですね。まあ一応そんな感じなんでね、まあ興味がある方は見てみてくださいと。で、ツイッターで見たんですけど、なんだっけな。新京成と、京成電鉄と何かがなんか試作品できてたみたいなんで、なんかそれが近いうちに出荷されそうなんでご注意くださいね。なんだったっけな。ここっすね。今年の1月に案内された、新京成と京成と、八高線と久留里線。こちらが確か試作品出来上がってるみたいなので、ちょっとご注意ください、ね、予約してる方。そうですね。あとはまあまあって感じか。ほぼほぼ遅れてないですかね。まあ、もう遅れてないですからねって言い方してたけど、まあ SL なんかも除外しちゃって。まあ、しょうがないですからね。間違えた。確かに、ね、八高線、ごめんなさい。八高線と久留里線と、京成新京成かな。まあ、京成が出てたんで、俺ちょっと見たんですけど。八高線あったっけな。ちょっとお待ちくださいね。あんまりね、自分が管轄外の時って、俺ちょっとあんまりちゃんと見ないんで、ちょっと申し訳ないんですけど。どこだっけな。なんだっけな。チャカチャン。チャカチャ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 ン、チャ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 ン、チャカチャ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 ンってさ。あ、そうですね。2021年4月から1月、新製品、RM モデルですか。なんか、ホビダスの方でサイト出てたんですけど、こちらっすね。やっぱり試作品が載ってたのが、新京成と、あ、ごめんなさい、新京成、京成と、キハ38が八高線と久留里線。で、あと、ホビートレインか。ワカメ列車、ワカメ列車。ワカメ列車。あ、これっすね。去年の12月に出されたこちらのワカメトレインですね。ワカメでいいのかな？ごめんなさい、カッパっすね。緑だから偏見でワカメさんに失礼しました。こちらはね、1、2、3、4、5品目ですね。試作品が出来上がってるみたいなので、近いうちに出荷されるか、またね、来月の、まあ、今回の形成とかみたいに、来月の頭っていう感じで出るかもしれませんので、予約した方は、腹くくっといてください。俺はちょっと今回関係ないんでね、申し訳ないですけど。ちなみになんですけど、タムタムの方か。タムタムの方で入荷日っていうのがあるんですけど、形成ですね。今日入荷になってますね、6月4日。そうですね。一応、6月2日に出荷されて、問屋に、まあ、3日ついて、そうですね。まあ、3日に問屋から店舗に発送されてって感じで、ね、やっぱり今日ですね。そうですね。まあ、2日、問屋に3日、で、問屋からメーカーに即、あ、ごめんなさい。販売店に発送し、今日か。しょうがないですね。まあ、一応ね、今のは形成たちはね、ご注意くださいというところでございます。あとは特段で俺の方からは、案内することないのでね、まあ、形成がついたらお楽しみくださいというところで、とりあえずは一段落ですかね。あとはそうですね、やっぱり加藤とか、ごめんなさい、加藤と GM か。まあ、こいつらがいつ出るか、それだけが唯一の心残りですかね。まあ、遅いのは仕方がないことなんでね。まあまあ、しょうがないと思いますけど、っていう感じですかね。また特段なんか、N ゲージ関係で撮ることがありましたら、まあ、暇があればね、ちょこちょこ撮って、そうですね、トミックスの方を案内すべきかもしれないけど、別に急ぎではないんでね。まあ、ツイッターの方に投稿しましたんでね、あの、中央線の件とかは。まあ、興味がある方はちょっと見てみてくださいってところですかね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。